こともすごいよく覚えてるけど、めちゃくちゃいいじゃんってなって、この3人でやろうよってなったんだよ。雲もまたまばい光が照らしてる君の微笑みを。音楽を仕事にしたいなと思って、ロックバンド誰よりもかっこいい音楽できるだろうなと思って、いつも誰かに狙われてる。うわ、やっぱりもう見てても仲悪いなって感じでしたね。だから終わってなかったね、途中で解散することになったけど、多分あれが完成してないから終わってなかった。音のない魂、また今日もいつものところで待ってる。彼は本当にサニーデイサービスを愛してて、パルシゲが俺の周りでは一番のロックスターでしたね。結局やってても本当つまんないんで、ライブも。そのサニーデイサービスのあの塊でしかできないことってのは明らかにあるし、その出せるもの出せないものもあるっていうのを含め、面白すぎる。なんか気になるじゃん、ネットとかあると人が何言ってるとか、この人がこれが新しいって言ってるとか、でも全然気にしない方がいいと思うんですよ。やりたいことを思いっきりやった方がいいと思う。